カジミエッシュ一世は、オポーレラチブ主公オポーレラチブ主公で一時ポーランド大公を兼ねた、ミエシュコ一世の長男で一人息子。母はおそらく、プシェミスル朝の王女であったルドミラ。カジミエシュの幼少期については、彼の誕生の際のこと以外ほとんどわかっていない。カジミエシュが生まれたことは、父ミエシュコ一世と王子のポーランド大公カジミエシュ二世が、 同盟を結ぶ口実となっている。カジミエシュ二世は老いにあたる、ミエシュコ一世と、廃位された先代のポーランド大公ミエシュコ三世との、長期にわたる同盟関係を壊すことを望んでいた。ミエシュコ一世に長男が生まれると、カジミエシュ二世はこの孔子の洗礼の大父となって、自分の名前を与え、この新生児に、ビトムとオシフィエンチムを与えた。1211年に、 父が死ぬと、カジミエ主一世は万全の準備を整えて、広告の統治権を引き継いだ。それ以前に、カジミエ主一世は、ブワディスワフ三世とシロンスク公を、ヘンリク一世に対抗する、年少諸公、マゾフシェ公コ,コンラト一世及びブワディスワフオドニツの、同盟に参加していた。この同盟は、ブロツワフ市教、バブジニエツをはじめとする教会の広位聖職者たちと、 協力関係を築いていた。結果、1215年にカジミエシュ一世は教会に大きな特権と冬不,不入権を付与し、これがブロツワフ市教区が領するウヤスト地区が反独立状態になる事態を引き起こした。カジミエシュ一世の教会との強い提携関係は、近隣諸公のカジミエシュ一世に対する侵略の野心から彼を守ることにつながった。 しかし、無事だったのは、ラチブシュだけで、オポーレは、ヘンリク一世と奪い合いになり、シェビエシュの西部地域、ビトムとシフィエンチムは、その貴族をめぐって、長子領との間で論争が起きた。1220年代に、ヘンリク一世がシロンスクにおいて、勢力を拡大していくと、カジミエシュ一世の領国はますます危険にさらされ、彼には、 ヘンリク一世と同盟者となる道しか残されていなかった。和訳の内容はわからないが、ヘンリク一世による1225年の失敗に終わったクラクフ遠征において、オポーレラチブッシュの軍勢も彼に加勢していた。このことは1225年以後のオポーレラチブッシュには、グリフチケのようなマオポルスカからの政治的亡命者が、やってきた事実とも符合する。 この年以降、オポーレの紙壁建設の費用の一部を拠出した、クレメントス・ブジェジュニツィなど、亡命者たちの受け入れは、カジミエ主一世にとって、基地と働き、ヘンリク一世との同盟も、領土的利益につながった。1227年、レシェク一世以死後のポーランド大行為をめぐる混乱に、乗じて、カジミエ主一世は、辺境部のジェラチュの要塞を奪取した。 カジミエッシュ一世の知性におけるその他の重要な点は、ヘンリク一世の統治様式を採用したこと、そして、ドイツ人の移住を奨励したことである。ただし、ドイツ人植民の規模は、低地シロンスクほどのものではなかった。カジミエッシュ一世は、都市部に対するドイツ法の適用を始めたが、これは、広告の経済的発展に、かなりの程度貢献した。 1230年5月13日に休止。意外はまだ完成していない、チャルノボンスイ修道院に埋葬された。幼い息子たちは、ヘンリク一世が摂政となって、その後見人となった。当時としては30歳を過ぎた公が見込んだというのは、異例のことであった。カジミエシュ一世がいつ結婚したのか正確には、定かでないが、 彼の子供たちの出生時期から考えると、父を亡くした直後の1212年から1220年の間だと考えられる。カジミエシュ一世と結婚したビオラの蘇生はわからない。15世紀ポーランドの年代記作者ヤン・ドゥゴシュは、ビオラをブルガリア出身だとしているが、かなり疑わしいようである。夫妻は4人の子女に恵まれた。ミエシュコ二世。 ブワディスワフ・ベンツェスワバ・チャルノ・ボンスイの修道女、エウフロージナ1257年に、クヤビコ・カジミエシュ一世と結婚、1275年に、ポメレリア・コウムシチュイ二世と再婚。ありがとうございます。